さん、こんにちは。門馬美希です。今日は手話シリーズで、かわいいをやってみようと思います。まず、左手の小指を立てます。向きは、手の甲が外側です。そして、右手で、左手を撫でる感じです。これで可愛いです。それでは一緒にやってみましょう。可愛い。小指を立てて左手を撫でます。もう一度やってみましょう。可愛い。最後にもう一度やってみましょう。かわいい。皆さんもぜひ練習して覚えてみてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。